先月の長野のあのイベントの時にコールを聞くことができたんですけど、そうまたね昨日もコール聞くことができてすごかった、大きかったし、あとあのね至る所に水色紫の私の紫陽花があって めっちゃコール聞こえた、ナナミンコールめっちゃ聞こえましたよ、嬉しかった、そうだからもういっぱいコール聞けて嬉しかったです、ありがとうございました。私も後から配信で見たんですけど、そうすごい良かった、楽しそうだった いっぱいレッスンもできたし、最高でした、いっぱいフェス出たいなって思った昨日、そういっぱいフェス出たいです今年は、今年もコールめっちゃ聞こえたよ、本当にめっちゃ聞こえた、いつかコールするぞ、そうだよ、楽しみにしてるから、だからね昨日 TDC 来てくださった皆さんありがとうございました、フェスっていや最高だよね、そうグッズもグッズとかもすごい嬉しかったです、グッズやサイリウム、あとナナミンコール、もう嬉しかった、めっちゃ聞こえました、終わっちゃうの寂しすぎてあっという間だった、そう他のアイドルさんとか見たかったけど 昨日は見れなかったです 見れなかったんですよ、これさカラオケ久しぶりすぎてさ今何の歌が入ってるんだろうって、 NGT 渡り鳥とか入ったのかな、やっぱ入ってないんだね、入ってる そうですよ、渡り鳥は入ってるんです、じゃあ渡り鳥歌おうかな早速やったね、嬉しいね、今ダウンロード中です楽曲を、いきます、たくさんコールしてください、闇の中で汽車を待つステーション、思い出だけじゃ生きていけない、明日のために愛を探しに行こう、もし気づいても決してやめはしない、過ぎてく時が大人になるものか、甘く
枯れ果てても休めなくて無理した遠い日々。季節は巡り旅は始まる。僕はどうしてゆくのだろう。この羽は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り開く。懐かしい思うのはふるさとを覚えている。夕焼けの美しさ、大人になるっていうことは、心の羽羽ばたくこと。大人になるものが、僕たちは今どこにいるんだろう。久しぶりにカラオケやった。めっちゃ楽しい。いや、そうですね、セリフ部分を、セリフとかラップ部分は自分のとこを歌いましたセリフとかね、なんかうんでした声出してコールしてた。寝てる前うるさい怒られた大丈夫コールしみんなコールしたそうね、昨日も披露した曲で、めっちゃ結構難しいねこの曲そう、久しぶりにやりましたねカラオケ、次はね昨日のHKT さんの、で、ね、卒業公演、テラヒナの卒業公演でも一回やったんですけど、そう、君とどこへ行きたい、君とどこへ行きたいっていう歌なんですけど、この歌昨日改めて聞いてめっちゃ好きになった曲なんで、ちょっと歌えるか分かんないんですけど歌います。
した、ありがとう。そう、この歌は一回だけやったことあって、あ、初見さんありがとうございます。そう、一回だけやったことあるんですよ。あ、拍手ありがとう。卒業公演でね、うん、なんか歌ったことないやつがいいかな、うん、歌えるやつ、そしてうん、何がいいかな、うん、私はさ、めっちゃ好きな歌歌っておすすめしたいんだよね、これめっちゃ好きな、最近めっちゃハマっててさ、どうしようかな、歌えるか分かんないからさ、一番だけにしますね。乃木坂さんの歌なんだけどさ、この歌めっちゃ好き。砂浜の白い貝殻はいつから寄せる波に流されないまま見ていたのか、水平線沈む夕日に照らされて星の数の遠い人たちはどこへと行った、きっと一人きり腕を組む、何の恋の手のあると気づかずに消える幻、ちゃんと今日で終わりなんて線も引けずに、いつの間にか涙で都会はないまま海の夜が目を覚めて、毎日に会ってたのに歌めっちゃ好きなんですよ。バンドエイドを剥がすような別れ方っていう歌なんですけど、乃木坂さんの5期生の、あ、5期生さんの歌なんですけど、めっちゃいい歌なんですよ。5期生さんの歌全部いい歌なんで全部聴いてくださいそう、不況をね、ほら不況ですね、シナでも歌うか私シソシナ大好きなんだよね、うん、シソでしないあなたのキスはどうも近づかず、おほわせぶりでねえどこへと飛んでいくの、目を閉じたら唇が触れた、I'm not afraid to die.
しな、うん、めっちゃ好きなんですよ、ね、どうしようかな、何あ自然渋滞とかないんでしたっけ、自然渋滞は、あ、キス、あ、キスちょうだいもないんだよね、自然状態ないんだよ、うん、キスをちょうだいもないんだよ、残念、やりたいんだけどね、パッツァッキャンキャラ、うん、どうしようかな、コイントスとかナッツ、いや歌えないよ私、あんのかな、懐かしすぎるんだけどそれ、あ、あるのかな、 あるわ、懐かしすぎないそれ、やばいでしょこれ、月中あるかな、え懐かしい、あえないかも、月中表記が間違ってんのかな、あるかな、ないかな、あったらいいね、月中で、月中って誰で検索すればいいの、 AKB さんじゃ出てこないかな、え ちょっと待って、もしかして出てこないかも、ちょっと探せなかった、うん、多分それじゃ出てこないと思う、うん出てこないよ、出てこないわ、そう今ねいろいろそれ全部今検索しました、出てこないんですよ、うん、シーリング娘に検索したんだけど出てこなかった、や山ここの歌超懐かしいね、
BKB さんの曲歌っちゃいました、すいません。この歌も大好きなんですよ。あとはみんな知ってる曲、知ってるよね。めっちゃいいよ。あとなんか思い出の、やっぱ出てこないわ。月中今やってみたけど、ホコリのさ、ユニットってあるのかな。私ユニット歌ったことないのいっぱいだからさ、ユニットやりたいんだけど、ユニットはないんだっけ。うん、あ、オネストマンめっちゃ好き、懐かしい。それ山子の歌だよね。え、ユニットもあるの。何でしょうか。私が一番やりたいのはこれ。風力発電の白い羽が回る、西海岸の風、車を飛ばした。太陽の下に続くサプケイな砂漠に、退屈してないのはなぜなんだろう。
いなかった。うちにはハンギョドンが、ね、いっぱいいるんですよ、うん、やりたいラスベガス。そう、それイメージしました、うん、そうなんですよ。
弱い日差しみたいに届かない、いくつかの恋経験して、もう確かなもの欲しくなった、私のことを今大事に接してて、なんだ。ああ、あれか、あれやってなかったね。そうだわ。Thank you.
フラッシュスペシャル。全部歌うの、はい、すごい。あの私そう冷蔵庫の中身はフラッシュスペシャルにしようって思ってたら、そうちょっとやっぱ同じこと考えてる人いましたね。迷ったんですよ、担々麺かフラッシュスペシャルか迷ったんですけど、まあ、やっぱりねフラッシュスペシャルかなって久しぶりにカラオケやったんですけど楽しいですねそう、まあ誇りの丘、あの今リバイバル公演は、そう一部はね誇りの丘公演の歌やってるんですけど、私そうユニットをね、ユニットが今ゲスな夢しかやったことなくて、そう他にやってみたいのいっぱいあるなって思うので、そうなんか今歌ってちょっと予行練習したんですけど、何がやりたいんですか皆さん、誇りのユニット今多分自分のやってるの以外全部歌ったんですけどあフルとかワンコーラスとかありつつ、左腕そうやりたいな、左腕かやっぱり人気、お左腕、お左腕なんだ、残酷、あラスベガス、ラスベガス、やっぱこの2曲が圧倒的人気なんですよ、そう誇り、あの違うラスベガスが左の腕、めっちゃくちゃ左腕がもうめっちゃ人気、あ冷蔵庫もうねほとんどその2曲ってか、あと残酷もなんか残酷のあの衣装を着てるナナミが見てみたいって言ってくれて、でもさ残酷やるとしたら私誰とやりますか、ちょっと恥ずかしすぎて無理です私セリフのとこ、さあさあ剣を持てさあ剣を持て、唇を重ねるかごとく、唇を重ねるかごとく、愛を貫け愛を貫け、おやっぱサーヤ先輩、あマリナさん、あ日向さん、ほうほう、あマリナさん、マリちゃんマリちゃんマリちゃん、みゆちゃんひのちゃんマナちゃん、はいはい、なるほどなるほどですね、あひなたさん、さあやゆきちゃん三期生ゆめりかさん、かえりゆうは、どっちがエドワードかわかんないねそれ、あすいません、こんまた怒られるユーファの、ユーファユーファじゃないユーファのファンの方って言おうとしたらユーファって言っちゃった、やっぱり怒られるユーファにもあユーナね、あれなね、ななスイね、やばいユーファユーハのファンの方、ユーハのファンのみんな、ユーハのファンって言えなくないですか？これ早口言葉、ユーハのファン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 の皆様に怒られる、そう、ユーファと
残酷やったら、そどっちがエドワードか分かんなくなっちゃって、ユーファ普通に噛んだ、はるか、あ、はるかね、いいかも、はるかと残酷、やりたいやりたい、いつかね、なんかいろんなこうユニットもやりたいです。シャッフルがあれば楽しみにしててください。なんかさ、私さ最近なんか黄色くなったんだよね、手が。ほら顔と比べて黄色くない？え？色、これあれか、照明か。いやー、みかん何も食べてない。あ、顔が白くなった？みかん食べてないよ。あー、ちょっとこれでスクショしないでね、恥ずかしいから。みかんは全く食べてないんですよ実は。あ、でもまあ照明か、わかんない。え、ほら、もしやイエベ、私でも顔はちょっとわかんない。黄色くなってる気がしただけかも。顔ね、今日ねメイクしてないんですよ実は。ってことは白くなったってことかな、嬉しい。あ、手だけあれかな、焼けちゃったのかな、分からん。だから照明もなんかちょっと黄色っぽいからか、分かんない、ちょっとそう思わないでおこうかな。そう、今日は唇塗ったんですけど、すっぴんでカラオケ熱唱してました。すみません。いや、全然よ。肌はもう全然。でも嬉しい、そうやって褒めてもらえる。じゃあ今日はやばい、もうあっという間に1時間。楽しかった。明日はおしゃべり会ですね、皆さん。よろしくお願いします。3月。ラストです。私服はあれ着ようと、あれ着ようとじゃあまた明日会いましょう。またね。皆さんありがとうございます。待ってますからね、みんなのこと、みんなのこと待ってるからね。話そうね、いっぱい。ありがとう。おやすみ。またね。